ゆかりさんですよ。突然ですが、大変なことが起きました。なんと、録画ができていませんでした。やっちまった。一部のストーリーが録画できてなかったよ。この間に何が起こったかというと、せっかく隠れ家が完成したのに、近くにマジでヤバい魔物が現れて、結局安全が確保されるまで、クラウディアは来れないよねってことになっちゃいました。ムービーの途中から録画しているので、それをお見せします。帰ってもらったけど、このままだと、またあそこに行くのも難しそうで。あの広場が安全だって確認できるまで、迂闊に隠れ家としても使えないしな。二人とも、あの魔物について何か知らない？絶対普通じゃない感じだったんだけど。さっきから難しい顔で黙りこくってるけど、やっぱり怒ってる？わざわざ見に行くなんて無謀なことしたのは謝るよ。でも、いや、よく無事に戻った。それだけでも教えた甲斐はあった。え？確かに無謀だが、奴らと出くわしてなお戻ってこられた事実はそれだけ大きい。奴ら、やっぱりあの魔物について知ってるんだね。ああ、村での聞き込みでは成果がなかったから、ここは無関係と判断しかけていたんだがな。これだけ遺跡が散在していながら伝承一つないのは考えてみれば不自然だ。何か理由があるのか。アンペルさん？ん？すまん。遭遇した場所は照葉星の森なのは間違いないんだな。ああ、アトリエからそこそこ離れた場所だった。逃げた方向も全然違うと思う。なるほど。しかし、奴らはどこから来た？石膏が遠出をするとも思えん。北側のあそこか？しかしあれは奴らと戦う側のはず。なあ、リラ。ああ、構わんぞ。ん？すまんが、今すぐ隠れ家に案内してくれないか？いいけど、いずれ二人にもお披露目するつもりだったし。よし、では行こう。奴らへの対処はできるだけ早い方がいい。ここが私たちの隠れ家、ライザのアトリエだよ。おお、なかなか立派なものを作ったな。さて、どうだ、リラ。幸い、この付近に痕跡はないな。森の中でのより詳しい再調査が必要だが。森とその近辺の再調査か。ライザ、部水を承知で頼むが、この隠れ家に私とリラを見張りとして住まわせてくれないか。アンペルさんたちをアトリエの見張りに？俺たちにとっちゃ願ったりかなったりだけどよ。島の方の家はどうするんだ？村での暮らしにこだわりはない。引き払うだけさ。もともと私たちは旅ガラスだからな。それに、奴らや遺跡を調査するにも対岸のここに本拠地があった方が便利だ。その奴らのことは？すまんが、もう少し状況をつかむまで待ってくれ。迂闊に話せることではなくてな。わかった。でも万が一の対処の仕方は教えといてくれよ。当然だ。生還は喜ばしいとして、無謀のツケはしっかり体に叩き込んで後の戒めとしなければな。そうだ、クラウディアにも話さなきゃ。クラウディアん家にも行ってみよう。という感じで、ライザたちが出会ったヤバい魔物は、アンペルさんたちが知っているものでした。アンペルさんたちは、何を探して旅をしているのでしょうか。とにかく、この新しいアトリエで錬金術をやってみましょう。よーし、いいものができた、かな。ほう、新しい装備品か。
自分に向いた方法で強化を図るのはいいことだ。うん、私は錬金術師だし、道具を作って自分とみんなを助けるって役割が向いてるかなって。役割か。それを分かってきたのなら、私からも一つ仲間たちと一緒に戦う方法について助言してやろう。おお、お願いします、リラ先生。一人で戦うのと違って、仲間がいる場合はそれぞれ役割を決めて動くといい。前に切り込むもの、盾となって防ぐもの、補助に回るもの、そういう役割を明確にすると何事にも対処がしやすい。なるほど。各々の役割が決まれば、その役割に見合った装備品を揃えるといった方針も立てやすくなるはずだ。装備品の材料は無限ではない。闇雲に作るのではなく、効率的に仲間を強化することを考えて作るんだ。ロールシステム？なんだそれ。装備によってキャラクターの役割を決められると、アタッカーとディフェンダーとサポーターがいますね。この役割によって能力に追加効果が得られるみたい。例えばアタッカーなら攻撃力とクリティカル率が上昇するとか。レントはまさにアタッカーって感じだよね。ライザはサポーターかな。まあともかく役割に合った装備を作りましょうねってことですね。ディフェンダーなら防御力が上昇し攻撃をかばうことがあるとか。サポーターは素早さが上昇して通常攻撃の AP の回復量が上がる。そんな感じですね。それではクラウディアの家に行くことにしましょう。おや？どうした？何？アガーテ姉さん、また説教しに来たのかな？いや。よう！うん、いや。なんだい、アガーテ姉さんは意外と甘いじゃないか。うん。クラウディアのお家へ。何？違うよ。なんだよ。おい。おかしいだろ。うん、ランバーから溢れてる圧倒的な小物感。ボースはわかるが、ランバーってどういう家柄なんだろ。しかし錬金術はまあ確かに気味悪いものだが、魔法をバリバリ使ってる世界なら普通じゃね。そう思うゆかりさんなのでした。いらっしゃい、ライザ。なんだか大変なことになっちゃったね。アトリエの方はあれからどうなったの？リラさんたちが周りを調べるって。私も驚いたよ。あんな恐ろしい魔物初めて見たからさ。近くにいないって分かれば私もアトリエに出入りする許可がもらえるかな。実際にあいつを見てないとはいえ度胸あるな。タオにも見習わせたいくらいだよ。こう見えてもお父さんといろんなところを旅したからね。タオくん、やっぱり怖がってる？かなりね。でも怖さが突き抜けちゃったせいかな。あの魔物が家の古書に載ってないか必死で調べてるよ。へえ。でもタオくんの本よりもまず村の人たちがその魔物について知ってるんじゃ。あんな魔物がいるなんて一度も聞いたことないよ。多分
村の誰も知らないんじゃないかな。そんなに恐ろしい魔物なら伝説とかいくらでも残ってそうなのに。島の外にはあるかもしれないけど、私たちは先祖代々何百年も島の中だけで暮らしてるからね。何百年、クリント王国があった頃からずっと島暮らしなんだ。そうだって聞いてるよ。そのせいでみんな頭が固いし、外に出るのを怖がるし、新しいことを嫌がるし。そこまで言ったら悪いよ。ねえライザ、私も連れて行ってくれないかな。うん、アトリエに。うん、アンペルさんとリラさんはまだ早いって言うんじゃないかな。そうじゃなくて、私もみんなと冒険に。マジか。冒険って、え、ダメだよ、危ないところにクラーディアを連れて行けない。ライザだって危ないのに出かけてるじゃない。私もみんなと本当の仲間として過ごしたいの、お願い。そう言ってくれるのは嬉しいけど、最悪今度の魔物と出くわすことだってあるんだよ。アトリエを作るとき、こっそり島の外に連れ出してたのもほとんど反則というか掟破りみたいなもんで。お願い。もうその顔はずるいって。しょうがないな。分かったよ。本当？無理だと思うけど、お父さんの許可が取れたらね。無理だと思うけど。ありがとうライザ。大丈夫、絶対に説得してみせるから。でもちょっと時間はかかると思うから、明日またここに来てくれる？分かった、じゃあまた来るね。絶対許可取れるわけないと思うぞ。ということで、クラウディアを一緒に冒険に連れて行けるか頑張ってみましょうね。一日経ってからまた戻ってくればいいみたいです。またアトリエで錬金術でもやって過ごしましょうか。それではそんなところで今回はここまでです。ではでは、 See you!